はい、ではです。今回は失速につながる設置というところについて解説します。長距離走マラソンを走っていて、何としても避けたいこととして後半の失速というものがあると思います。後半になってきてだんだん足が動かなくなって、そして呼吸も苦しくなってペースが上がらなくなる。これは本当にまあ長距離ランナーにとってはね、もう思い出すだけでも虫図が走ると、まあそんな感覚だと思います。そんな嫌な失速ですが、これを招いてしまう原因の一つとして足さばきというものも必ずあると思います。特に近年は短い設置やフォアフットなどが注目されたことと、またはカーボンプレート搭載の厚底シューズの普及などによって、とりわけちょっと設置に無理があるような走りになっている方っていうのも多くなっていると。それによって余計にその後半になると足が大きく疲弊して、そして動かなくなって失速してしまうというケースが増えています。そして何を隠そう、私自身ももともとは疲れてくると結構ひどい設置になるタイプのランナーだったので、すごい苦労してたんですけれども、今ではそれを克服して結構長い距離を走る時においても後半の走りの安定感っていうのがもうこれほどかというぐらい変わってきているので、今日はその設置というところについてできるだけ楽に走れる方法っていうのをお伝えします。まず失速を招く設置っていうのはどういうものなのかというところから解説するんですけど、失速を招きかねない設置っていうのは、まず一つ目が進行方向に向かって設置すること、二つ目が上から叩きつけるように設置すること、まあこの二つなんですが、それぞれ解説をします。一つ目、進行方向に向かって設置するっていうのは、これはですね、要するに走っていると当然ながら地面っていうのは走って後ろにこう流れていく、進行方向の逆向きに地面って流れていくわけですよ。まあ今流している映像とかもそうですね、見ていただくと地面が後ろにどんどん流れていると思いますし、あとはこうルームランナー、あのトレッドミルなんかをこう想像していただくと勝手に下が後ろに流れていくと思うんですね。いわゆるあのような感じです。ただこの時にこの地面が後ろに流れていくのにもかかわらず、そこに対してこう流れていくのに対して足を無理やりこうバーンってぶつかるように結構きつい設置をしてしまうと、当然これ足だけではなくて体全体にかかる負担っていうのがめちゃくちゃ大きくなってしまうんですよ。ひいてはこのランニングって一回走るごとにある程度歩数がたくさんあるので、一歩一歩でそんな大きな負荷を体にガンガンかけてたら、当然体にかかる負担っていうのは大きくなりますし、で一歩で大きな衝撃がかかると当然その内臓の揺れとかもすごい大きくなるので、内臓に対する刺激っていうのもすごく大きくなります。だからこそ後半になればなるほど体が動かなくなっていって大きな失速につながってしまうということがあります。まあ、例えばですけど、皆さんもあの往復ビンタとかたまに受けたりすると思うんですけど、往復ビンタ受けるときってこのビンタをこう正面からバーンって受けるよりもちょっと受け流した方が楽に済むっていう、まあそういう感覚あると思うんですね。まあ私もちょいちょい往復ビンタ受けるんで、まあその時いつもこうやって流すんですけど、このランニングにおける設置とこの地面のこの流れる関係っていうところで言っても、この地面の流れに対してもちろんこうバーンっていくよりも、当然こう流れに合わせてある程度設置の瞬間に一瞬足を地面に引き戻すように設置をする方が滑らかに設置することができるわけです。往復ビンタでも同じですね。こう来た時にちょっと流す、これだけでも全然痛みが変わってきます。これと同じ感じです。さらにはその地面に歯向かっていくようなこういう設置をすると、一歩あたりでいちいちブレーキをかけるようなそういう走りになってしまいます。まあ車とかで言ったらこれサイドブレーキ上がってる状態でアクセル踏んでるみたいな、まあそういう感じの状態になるので、ものすごい効率の悪い走りになってしまうわけですね。これがいわゆる地面に対して向かっていくような設置っていうところ、これは一つ目絶対やってはいけないところですね。二つ目、上から叩きつけるっていう、これもまああまり好ましくないっていうか絶対やったらいけないかなって思うような設置で、まあ上からバーンって叩きつけるようなそういう設置のことですね。まあこれはどちらかというと先ほどの地面に歯向かっていくタイプの設置よりもペースが遅い時とか、もしくはそもそも走力的に速いペースで走れない人が疲れてきた時になってしまいがち、もうベタ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 みたいなこういう設置ですね。要するにこれそのまま走りにするとなんかのそのそと走ってるようなそういう感じになっていって、もう足首のバネとかも完全に死んでしまってる、まあそういう状態の走りになってしまうので、なかなかスピードも出ないと、で後半にもなかなかスピードが上がってこなくて失速してしまうっていうのが、この上から叩きつけるようなベタベタ設置っていうところです。ということで、ここまで2つの良くない設置っていうのを解説してきたんですけど、なんでそうなってしまうのかっていうところを考えていくんですが、まあその原因っていうのは様々なんですけど、よくあるのがやっぱり疲労による走り方の変化っていうところかなと思います。まあ私自身まさにもうこれまでそうだったんですけど、疲れてくるとですね、設置したところにすぐその状態が乗ってこないっていうことによって、まあ設置面に対して腰が遅れると、でその腰が遅れることによっていわゆる腰が落ちた走りになってしまう。こうするとどんどん走りのリズムが悪くなっていってしまって、そして
してどんどん着地も乱れていくっていう、そういうパターンですね。こうなると明らかに走り方っていうのは変わっていって、そしてスピードも出ないから、スピード出そうとして無駄な力が入っちゃって後半のペースダウンにつながっていくっていう、こういう悪循環なわけです。でこれの対処法としては、まずはもうリラックスして体のこの芯をぶらさないっていう、この芯ですね、これが非常に大事です。芯を作る、この芯を作るためには、まあこれは根本的な問題としては体幹の筋力を鍛える、だから体幹トレーニングしていくっていうことが非常に大事なんですが、とはいえ体幹トレーニングってまあ1日2日でもうすぐバーンと仕上がるようなものではないので、すぐに取り組めることとしては、とにかく視線を一点集中させるっていうところですね。視線が定まると体の中心に1本パーンって筋が通るので、この芯を中心にうまく肩甲骨と骨盤っていうのが連動が取り出して、体がうまいこと全体のバランスをとって走ることができるようになって、よりスピードが上がっていってっていう流れになります。それによってその状態の遅れっていうのがマシになるので、設置っていうのもより滑らかになっていくというわけですね。だから疲労してくるとどうしても設置がブレてしまうっていう人は、まずはこの疲れてきた時に視線を一点集中させるっていうことに集中してみてください。ただ同時にできるのであれば体幹トレーニングっていうところで、まあ、体幹部のその筋力を鍛えておくっていうのが非常に有効です。弊社からも体幹補強 DVD っていうレッスン DVD 出しているので、もし体幹補強をやってみたいっていう方はこちらをぜひ詳細確認してみてください。ちなみに私も体幹補強については週に2回やってるんですけど、これやりだしてからもうマジで走りの安定感は変わりました。もう疲労してきた時の走りがベタ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 なるのっていうのが本当になくなったので、まあ一点集中っていう走りながらのテクニックプラスこの体幹部の補強っていうところはもう本当におすすめですね。そしてもう一つ、地面にその歯向かう系のこの設置してしまう人の対処法としては、設置の瞬間に若干足を体の方に引き戻すっていう、そのイメージです。まあ要するに設置する瞬間に体の前にこう振り出しているこの足を若干でいいので体の手前の自分の体の方に引き戻してくるっていう、ここの意識を持ってみてください。まあちょっと難しいんですけど、この意識を持てるとこう地面の流れに対して一緒にこう着地してそのまますっと地面をこう後ろに流していくような、そういう走りができるようになるので、だいぶ足に優しい設置ができるようになるんじゃないかなと思います。まあこれは正直繰り返し繰り返しやっていかないとなかなかわからない感覚なので、ぜひ日々のランニングの中からコツコツとやっていただくのがおすすめです。そしてもう一つ、疲労しないに設置がベタベタになってしまうって方にはジャンプ系のワークアウトをちょっと入れていただくっていうのもおすすめで、まあ具体的にはちょっとしたバウンディングとかスキップとか、まあこういう動き作りをトレーニングの前に軽く 30m× まあ3本から5本ぐらいでもいいのでやっていただいてからジョグをしたりだとか、今映像にちょっと出しているのがこれバウンディングの映像ですね。まあここまで大きく飛ばなくてもいいので、もうあの片足ずつ一歩ついたら次の足を前に出すと、ついた足で前に飛ぶ、前に飛ぶ、前に飛ぶと、まあこういう意識を持ってやっていただくようなバウンディングという動き作りをちょっとやっていただくのもおすすめですし、まあこれはもしあるのであれば芝生の上とかで、できれば緩い上り坂とかがあれば上りに向かってやる方がやりやすいのでおすすめです。もしくは縄跳びですね。これも結構おすすめで、普通に前跳び、後ろ跳び、あとは走り跳び、縄跳び回しながらこうその場でタッタッタってこう走るような、そういう動きで飛ぶっていうのもいいですね。まあこういういろんな飛び方をやって足首のこのバネ、これをうまく使っていく、そして足首を柔らかく使うっていう感覚をつかむっていうのが一番大事なので、まあこういう感覚をつかんでいくと自然に設置っていうのもうまいことこうふわっと設置できるようになっていく可能性が高いです。ということで今回は設置についてのお話っていうのをちょっとやってみたんですけど、ちょっと話をまとめていくと、失速を招きかねない設置っていうのは、まず一つ目が進行方向に向かって設置をしてしまうということ、そしてもう一つが上から叩きつけるように設置をするということ。原因としては疲労によって上体が乗り遅れることだったりとか、足首の力みや硬さで足首のバネっていうのをうまく使えてないことによって起こります。その対策としては、まず疲労によってちょっと設置がグダグダになってしまう方は体の芯をぶらさないようにするということ、まあそのためにはまずは根本とした体幹部の補強っていうのをして、体幹部の筋肉をしっかりつけていくことと、あとは走ってて苦しくなっても一点集中させるということで体の芯をぶらさないということですね。そしてもう一つ、足首をうまく使えてない方はジャンプ系のワークアウトを入れることによって足首のこう柔らかく使う感覚っていうのを取り入れていくっていうところですね。ぜひ滑らかな設置を獲得して後半にぐっとペースアップできるような走りを身につけていけるように頑張っていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。私ですね、JR とか新幹線の京都駅から、まあ、車でだいたい15分ぐらいのところに、まあ、住んでるんですけれども、
あの免許取り立ての時に練習がてらですね、京都駅前のレンタカーのお店でレンタカー借りて、まあ、一人で運転したことがあるんですね。で、一人で公道を、まあ、運転するのってその時が初めてだったので、まあ、割とちょっと舞い上がっちゃってですね、サイドブレーキを下ろさずにそのまま出発したんですね。まあ、結果そのまま地元までバーッと車で帰ってきたんですけど、信号待ちの時にふと横のこのサイドミラーのとこ見たら、めっちゃ後輪近くのとこから煙上がってるんですよね。これなんやこれと思って、それでなんか後ろの車がめっちゃパッシングしてきてるし、これ何と思って、そしてパッて見たらサイドブレーキめっちゃ上がってるんですよね。すぐサイドブレーキ下ろしてそのまま走ったら、もう水を得た魚のようにもうビューンって走っていきましたよ。スズキのあると、あれ絶対車の寿命5年ぐらい縮めたわ。